富士見町教会富士見町教会は東京都千代田区富士見二丁目にあるキリスト教の教会日本キリスト教団に所属している上村正久によって設立されたプロテスタント教会を代表する教会である上村正久が東京一致新学校を卒業すると開拓伝道を始めた1887年3月に千代田区三番町に 日本キリスト一致協会番長協会を設立した。同年末には、郝島地区一番長48番地に協会堂を建て移転し、1890年に、教団名が日本キリスト一致協会から日本キリスト協会に名称が変更されるとともに、同年、東京会も一番長協会に改称した。1906年には、 富士見町六丁目三番地に建設した新街道に移り、富士見町教会と改称する。大正期には、植村正久の存在とともに、日本キリスト教会の中核的な存在になる。1923年関東大震災で、教会道は全焼したため、新しい土地の払い下げを受け、1929年7月15日に新街道を建設する。 その後1985年に建て替えられ、市街地再開発に伴い2013年8月に再度建て替えを行った。これが現在の街道である。現在は千代田区富士見二丁目十の位置に位置する。1941年6月24日、25日に富士見町教会で日本キリスト教団の創立総会が行われた。天宮栄一2009年。 307ページ、富士見町協会、富士見町協会の歴史、2015年5月3日閲覧。飯田橋駅、西口地区第一所市街地再開発事業、オフィス、商業棟、飯田橋グランドルーム、住宅棟、パークコート千代田富士見座タワー6月15日竣工、10月10日、グランドオープン商業ゾーン、飯田橋桜テラス出店店舗決定、飯田橋駅、 西口畜市街地再開発組合、http コロンスラッシュスラッシュ www.mit suifudosan.co.jp スラッシュコーポレートスラッシュニューススラッシュ2零一四スラッシュ零五二九零二ダウンロード街づくり二千十四万五百二十九 p d f 二千十五年五月三日閲覧九百四十八年三月より名誉牧師に就任する 日本キリスト教歴史大辞典1376ページ夢を実らせた空想科学少年ソニーを築いたイブカマサル。ありがとうございます。